中央合唱団創立者団長席刊誌中央合唱団は歌声運動の創始者である席刊誌が日本共産党員として同党の方針に従い1948年に創立した合唱団である中央合唱団は歌声運動の首都圏における中心合唱団として赤旗祭りをはじめとする日本共産党主催行事や日本の歌声祭典に出演し 関連楽曲のレコード録音を行った。1951年制定の行動綱領には、反戦兵は、日本民族の解放、民主、人民政府自立の趣旨を明記し、創立時より一貫して、関刊誌の音楽監督、技術指導のもとに、日本共産党の文化政策を実践した。1949年1月22日、 日本共産党に入党した女性ピアノ奏者と女性バイオリン奏者各1名が同党本部を訪れたことが同党中央機関誌赤旗1月25日号の記事で報じられた。赤旗誌は記事の中で青友の合唱団に言及し同団がブルジョア楽団とは異なる日本共産党だけができる音楽活動を日本全国に普及する役割を果たすべき旨を語った。 日本青年共産同盟中央音楽学院みんなで歌おう赤刊誌教室開校宣伝ポスター1956年5月31日団長の赤刊紙はモスクワでスターリン平和賞授与式に出席したその後同地より中央合唱団に当てた6月13日付の初心において日本の歌声運動の展望と同団の思想性について次のように記している 1960年末、赤旗市場に中央合唱団が果たした役割について、日本共産党中央委員会の公式見解が表明されている。1971年2月1日、関関関は中央合唱団総会の挨拶で、同団とその主催者である自らの任務について、次のように述べている。歌声運動では、歌声とひらがな表記が用いられることが多い。 理由は一説によれば、中央合唱団の機関誌、歌声で、表題に、ひらがなが用られたためとされる。中央合唱団創立メンバーの一人である、清美や正光は、ひらがなで命名した経緯を次のように語っている。ただし、中央合唱団機関誌、歌声の創刊後も、運動関係者の書物や論説では、歌声、歌声、歌声などの表記が自在に用いられ、 ひらがなが歌声運動の組織により公式化された形跡は認められない。顕著な例として、日本の歌声実行委員長の石刊氏は、1962年12月の第10回記念日本の歌声祭典に際して、記号した運動スローガンを、歌声は平和の力と記している。1973年、石刊氏の死去に際して、 中央合唱団の既存団員を受け継ぐ形で、席間式年、中央合唱団が発足し、引き続き通称として、中央合唱団を用いている。しかし、日本の歌声実行委員会の、日本の歌声全国協議会への改祖や、同協議会第7回総会、規約改定による政治運動方針の転換、指導者の変遷などを経た結果、 かつての石刊士指導下の中央合唱団とは、活動方針、実態ともに非常に異なるものとなっている。ありがとうございます。